テリクスを解説するぞー。やだー。カナダ発のアーステリクスは、今やアウトドアメーカーとして不動の地位を築いている誰もが知っているブランドだ。どんな歴史があるのかがあまり知られていないブランドだと思うから、この動画でアークテリクスを学び倒してほしいんだぜ。今日はてんこ盛りの濃密な内容となっているぞ。こんなショーの流れで話していくね。チャンネル登録高評価、ぜひともお願いしますなんだぜ。噂によると愛のモチベーションにつながるらしいよ。なんで他人事なの？それじゃあゆっくりしていってね。実は保湿クリームを塗ると保湿できるんだぜ。当たり前だろ。さて、まずはあまり知られていないアークテリクスの歴史について解説していくぞ。マリサは、アークテリクスがカナダ発のアウトドアブランドってことは知ってたかい？正直カナダのブランドってのは知らなかったんだぜ。アークテリクスはいつ頃に設立されたブランドなんだ？アークテリクスは1989年に、クライマーであるデイブ・レインとジェレミー・ガードによってカナダのバンクーバーで設立されたブランドなんだ。約30年前に設立されたブランドなんだな。ちなみに、アークテリクスって日本人にとって少々発音しづらいブランド名な気がするんだけど、どういう由来があるんだ？やはりそこは真っ先に気になるところだよね。ブランド名の上にある骨のようなものがブランドの由来の鍵となっているんだ。トカゲの骨みたいな形しているんだぜ。一体これは何の骨なんだ？これは、日本でヒソチョウと呼ばれている鳥の化石なんだ。正確には、1億4000万年前の生物アルケオプテリクスで、恐竜の一種だね。確かに、こうやって比較してみたら再現度が高いんだぜ。アルケオプテリクスという単語を省略したら、アークテリクスになるんだな。ジュラ紀後期のドイツ南部、赤道に近くて浅い熱帯の海に浮かぶ島々に生息していた鳥で、最大サイズでもカラス程度と小さな鳥だったんだ。もちろん絶滅種だね。なんでアークテリクスは、このヒソチョウを由来としたんだ？正直ワイの骨でも問題はないよな。問題しかねえよ。ヒソチョウと呼ばれているだけあり、初めて鳥類で翼を持ち、新しい世界に進んだ生き物こそアルケオプテリクスと言われているんだ。そんなヒソチョウのように、アークテリクスも常に進化を目指していこうという思想が由来だということだね。実は自分もマリサオプテリクスとしてジュラ紀を渡り歩いていたんだぜ。やかましいわ。アークテリクスは1989年に設立されたブランドと説明したけど、創業当初はクライマーがロープの安全にアクセスできるようにする装置クライミングハーネスを製造する会社ロックソリッド社を設立していたんだ。ちなみにハーネスは、腰と足の付け根部分に装着する滑落防止用の安全用具のことで、クライマーにとっては必需品にもなるものなんだよ。ロックソリッド社がアークテリクス社の前身となる会社ってことなんだね。ちなみに設立から3年後の1992年に、社名がロックソリッドからアークテリクスに変更されてるんだぜ。ハーネスは使っているうちに生地自体が傷んでしまうというデメリットがあったんだけど、二人の開発努力によって、今までとはまるで違う丈夫なハーネスの開発に成功するんだ。そんなハーネスを多くのクライマーに認められ、支持されてきたロックソリッド社がハーネスだけでなく他の製品作りも求められ、1991年にアークテリクスがスタートしたということだ。なるほどなんだぜ。クライマーの二人はデザイナーとしてのキャリアはなかったものの、丈夫なハーネスを作ってクライマーのファンがつき、1991年にアウトドアブランドとしての地に圧倒的な地位を築くアークテリクスが誕生したってことだな。アークテリクスのブランドコンセプトは、地球上にある最高のマテリアルと最高の技術、そして、革新的なデザインによって商品を作り上げること、だよ。製品作りに関しては、ロックソリッド社時代に最も人気があったハーネスの流れから、スノーボード、スキー、ハイキング、ロッククライミング、トレッキング等のアウトドアに関するアパレル関連を主力としているんだぜ。創業から約7年の1996年には、WL-GO & アソシエイツ社からライセンスを取得してゴアテックスをアウトドア用のアパレルに利用するんだ。今更なんだけど、ゴアテックスって一体何なんだ？ゴアテックスは、アメリカの WL-GO & アソシエイツ社が製造販売する防水透湿性素材の商標名のことだ。ゴアテックス製品には全て黒いハングタグが付けられるんだけど、これは厳しい品質基準によって作られた品質保証の証でもあるね。なるほど、ゴアテックスはアメリカの会社が製造する素材で、それをブランドが買ったりして素材にしているってことなのか。ゴアテックスは、アークテリクスのようなアウトドアブランドはもちろん、ギャルソンのようなモードブランドも採用しているんだ。どんな素材かなど、語ることがあまりにも多すぎるからまた一本の動画で詳しく話そうと思っているよ。承知なんだぜ。とにかく、アークテリクスはゴアテックスの開発者である WL ゴアからライセンスを取得し、革新的なアウターウェアを打ち出しているということなんだぜ。そのアウターウェアこそ、1998年に展開されたアルファ SV ジャケットだ。この防水性と耐風性を兼ね備えたジャケットは、アウターウェア市場に変革をもたらし、アークテリクスは最も尊敬されるアウターウェアメーカーとなったんだよ。アルファ SV ジャケットは、厳しい環境下でこそ進化を発揮するアークテリクスのフラッグシップモデルとなっているんだぜ。2008年には東京の銀座に直営店がオープンし、日本にもシェアを広げていくんだ。このようにして、じわじわと世界で注目されるアウトドアブランドとして確固たる地位を築いてきたというわけだね。Google トレンズからも、2004年から現在に至るまで、じわじわとアークテリクスの注目度が上がっているのがわかるんだぜ。
一気に注目されたというよりも、いつの間にか周りがアークテリクスに注目していたってイメージなんだぜ。これからもまだまだ伸びていくブランドだと思うな。アークテリクスの歴史はこの辺にして、今からアークテリクスの魅力について解説していくよ。いきなりだけど、マリサはアークテリクスが、アウトドアブランドの中でも高いって感じたことはあるかな？正直少し高いなぁとは思っていたんだぜ。ジャケット類なんて6万円くらいがザラで、10万円するものも多いんだぜ。なぜアウトドアブランドの中で目立つほど高いのかというと、アークテリクスの製品はとにかく高品質で長持ちするからなんだ。過酷な環境で使われることを想定した、素材開発から裁断、縫製、圧着までの全工程が世界最高峰クラスだと言われているんだよ。確かに、アークテリクスはみんなが想像するよりも小さい工場で、大量生産を行わずに製品開発製作が行われているって聞いたことがあるんだぜ。さらに、飽きが来ないスタンダードなデザインが多いのもあって、とにかく長く着用できるブランドなんだ。周りを見てみても、1着を長く愛用する人がかなり多い気がするよ。派手なデザインじゃないから、オールシーズンで愛用できる優れものなんだぜ。雨風から守ってくれるゴアテックス製の生地や、ジャケットの軽量化や洗練された見た目のために YKK と共同で開発した特殊なジッパーが高評価ポイントなんだぜ。極めつけは、見た目がかっこいいことだ。アウトドアブランドってどうしても機能性に目が行きがちで、かっこいいと思われるブランドが少ないイメージがあるよね。確かにそうだな。普段使いをしようというアウトドアブランドは、正直あんまりない気がするんだぜ。しかしアークテリクスは違うんだ。世界の著名人をはじめとし、ファッションとしてコーデに取り入れる人が非常に多く、アウトドアブランドなのにファッショニスタからも熱烈な支持を受けているブランドなんだよ。テック系が好きな Y にとって、アークテリクスは機能性を度外視したとしても着用したいアイテムが多いんだぜ。世界水準のクオリティと優れた機能性を兼ね備えた、アウトドア愛好家からファッショニスタまで幅広い層から支持されるブランドということだ。実はあまり知られていないんだけど、アークテリクスには多くのブランドラインが存在するんだ。知ってたかな？全く知らなかったんだぜ。今から、アークテリクスの主要なブランドラインを解説していくね。自分好みのラインを見つけてもらえればと思うよ。まず一つ目に紹介するのは、ラグジュアリーパフォーマンスラインであるアークテリクスベイランスだ。2009年にスタートした、都市生活に最適化させたアーバンラインだね。都市生活における究極のアパレルウェアってことか。通常ラインのアークテリクスとはどんな違いがあるのかを具体的に教えてほしいんだぜ。簡単に言うと、アークテリクスの技術の集大成こそベイランスだ。実際ベイランスに携わっているメンバーも限られていて、熟練の職人でないとベイランスに関わることができないとされているんだ。わい、そういう特別感があるのワクワクして大好きなんだぜ。特別感といえば、ベイランスのアイテムは神戸店をはじめ、小部屋に区切られて廃棄されていることが多いんだ。特別なカテゴリーだからこそ、他のラインと同等に並べないというブランド側の意向があるようだね。デザイン的には普通のアークテリクスと変わらないような気もするんだけど、そこはどうなんだ？ベイランスは、縫製糸の色指定までもこだわったカラー展開、余計なディティールを一切省いた上で構築された機能性、そしてアークテリクスがアウトドアで培ったノウハウを落とし込み、日常生活の様々なシーンに適応する多様性を併せ持った究極のラインなんだ。まさに、アークテリクスのミニマルデザインが到達した真骨頂と言ってもおかしくないラインなんだぜ。ちなみに、ベイランスはアークテリクスの中でも人気のラインなのか？ベイランスのアイテムの 90% 以上が定価で売れているという、アパレルではなかなか考えられない状況が続いているんだ。定価で売れる率をプロパー消化率というんだけど、これが通常で 90% を超えるなんて普通ではありえないんだぞ。とんでもなく需要があるってことだな。ベイランスのジャケット類なんて10万円を余裕で超えるのに、そんなに売れているってことがまず驚きなんだぜ。二次流通としてかなり盛り上がっているブランドラインでもあるから、コアなファンならみんなチェックしているんじゃないかなと思うよ。二つ目に紹介するブランドラインは、アークテリクスリーフだ。これはさすがに聞いたことがある人が少ないんじゃないかな？なんで少ないと思うんだ？なぜかというと、アークテリクスリーフは軍及び法執行機関向けブランドラインだからだ。プロフェッショナル向けの商品であるということだね。今軽く調べたら、特殊部隊とかが着用しているラインとも書いていたんだぜ。通常のアークテリクスでも厳しい気候などを考慮した作りになっているのに、特殊部隊や警察機関に向けたリーフには、とんでもない機能性があると予想するんだぜ。その通りだ。軍や警察関係者のみに提供されるというコンセプトで作られているため、カナダではもちろん、アメリカでも限られた店舗でしか販売されていないラインなんだ。日本にも警察や自衛隊があるけど、正規取扱い店舗とかはあるのかな？こういう軍用に作られたアイテムが好きだから素直に欲しいと思っちゃったんだぜ。一般には出回らないレア商品で、東京や大阪での都市部でも一部セレクトショップやミリタリー用品店で取り扱いしているようだね。一応売ってるんだな。そりゃ Y 得すぎるわ。リーフ買ったら Y ちょっくら暴れてくるわ。時代が時代なのでやめなさい。三つ目に紹介するのは、アークテリクスホワイトラインだね。スノースポーツに焦点を当てたラインで、雪崩対応のバックパックや、断熱ハードシェルジャケットなどが展開されているんだ。
バックカントリー、ビッグマウンテンからゲレンデまで様々なスノースポーツシーンに対応している、冬が好きなワイにとってはたまらないラインなんだぜ。4つ目に紹介するのは、アークテリクスエンドロフィンというランニングなどの汗をかいたりするアウトドアスポーツに特化したラインだ。汗を生地の外側に移動させて素早く乾かす機能のある吸湿発散性生地が使われていたりするようだね。汗っかきにはもってこいのラインだな。なんか感想適当じゃない？5つ目に紹介するのは、アークテリクスエッセンシャルズだ。ベストセラーアイテムなどのコアプロダクトを集めたブランドラインで、アクティビティを問わず活躍するメンズのマストアイテムが多く展開されているよ。アウトレットでよく見る気がするんだぜ。他ラインよりも、割と買いやすいイメージがあるんだぜ。そして最後に紹介するのは、2021年にスタートしたシステム A というラインだ。ベイランスのデザインディレクターである高則春日が手掛ける新しいラインで、アウトドアで必要とされる機能性にファッション要素を加えた展開となってるよ。ベイランスとは違ってミニマルさはあまりなく、ファッション性が際立つラインだね。ネオンイエローを随所に取り入れているのが、遊び心を感じることができて好きなんだぜ。このカラーのアイテムなんてマリサが好きそうなやつじゃないかな？アークテリクスの機能性も重視しつつ、ファッション性も欲張りたい人にはシステム A が一番適しているんじゃないかなと思うよ。これは今好みなんだぜ。実は他にも、ベイランスよりも安いアーバンラインである24、アルパインクライミングに特化したアセント、ハイキングトレッキングに特化したトラバースなんかもあるんだ。大きいブランドなだけあってラインも多いようだね。そんなあったんだな。アークテリクスを購入する際、ラインにも注目してみるんだぜ。やはり良いものには惹かれるから、ベイランスをチェックしてみたいな。軍用のリーフじゃなかったっけ？記憶にございませんな。政治家か。では今から、おすすめアイテムを実際に紹介していくよ。その前にまず、アークテリクスのモデル名のカテゴリーについて話していこうと思うよ。カテゴリー？アークテリクスのジャケットには、カテゴリーとサブカテゴリーが存在するんだ。まずはカテゴリーについてだけど、アルファベータゼータの順番で着丈が長くなっていくイメージだよ。着丈はフロント短めバック長めが基本だ。最初に紹介したアークテリクスのフラッグシップモデルであるアルファ SV ジャケットは、高山環境から体を守るクライミングアウターだってことなんだぜ。ちなみにアルファ SV ジャケットの SV ってどういう意味なんだ？ SV は、機能と使用目的ごとに定義されたサブカテゴリーの一つだよ。生地は基本的に、SLARSV の順番で厚く、丈夫で、高価となっていくんだ。アルファ SV ジャケットは、最も耐久性が高いってことか。アークテリクスの製品は、カテゴリーとサブカテゴリーを組み合わせたモデル名が冠されているのが特徴だということだ。服を買う際、どのように分類されているかがモデル名を見るだけで判別することが可能だから、ぜひ覚えてほしいと思うよ。では今から実際におすすめしたいアイテムを紹介していくね。まず紹介するのは、もう何度か登場しているアルファ SV ジャケットだ。アークテリクス初のジャケットながら、すでに完成されたデザインを持つ大人気モデルだね。アルファ SV だから、悪天候など厳しいコンディションに長期間耐え、高山環境からも体を守る軽量かつミニマリストデザインであり、アークテリクスを代表する最高峰モデルとなっているんだぜ。クオリティも、そして価格も最高峰なのがアルファ SV ジャケットだね。最強のゴアテックスプロを採用していて、高レベルな耐摩耗性を持ったまさに究極のモデルだ。これ1着持っていたらもう大丈夫ですよってレベルなんだよ。そんなになのか。在庫切れが続いているアイテムで、長年売れ続けているという実績を誇るアルファ SV ジャケット、いつか手に入れたいんだぜ。ちなみにアークテリクスは、廃棄物削減を目指す取り組みを実施していて破損したアルファ SV ジャケットを再利用したテディベアを製作したりしていたよ。一般販売はしていないようだけど、こういう環境問題にフォーカスした取り組みは面白いよね。面白いな、これ家に飾ったら絶対オシャレだったやん。一般販売がないのが悲しくてたまらないんだぜ。さて、次に紹介するのはベータ AR ジャケットだ。アルファがアークテリクスを代表するフラッグシップラインであるならば、ベータは多様なアクティビティや環境下にも対応可能な万能ラインナップってところだね。AR はオールラウンドって意味なんだぜ。機能性とデザインのバランス感も抜かりないし、SV ほどの厚みもなくむしろ程よく普段使いできるアイテムだぜ。SV ほどの機能性を求めていなければ、AR でもいいと思うぞ。最後に紹介するのは、デルタ LT ジャケットだ。今みたいに、少し寒い季節になってきたらうってつけのアイテムだね。薄手で利便性が高いデルタジャケットは、速乾性、通気性、保温性が備わっていて使い勝手がいいモデルなんだぜ。ゆったりとした着心地を与えてくれるから、軽いお出かけにも最適だな。価格も2万円を切っているものもあるから、比較的手が出しやすいね。アークテリクスの代表的なアイテムや、モデルの型番の見方も話し終わったから、今から気になったコラボを一つ、話していくよ。アークテリクスのコラボは正直気になるところなんだぜ。アークテリクス自体そこまで多くのコラボは実施していないブランドなんだけど、去年にジルサンダーとコラボをして話題になっていたのは覚えているかな？知らなかったんだぜ。ライフアウトサイドザシティをコンセプトに掲げたコレクションを発表し、ジルサンダーの美しいシルエットとアークテリクスの誇る機能性が融合したファンにはたまらないコラボレーションが実現したんだ。正確には、2019年にローンチされたジルサンダープラスとのコラボレーションなんだな。
価格は193,600から316,800円と、まさにジルサンダー価格となっていて全く手が出せそうにないんだぜ。アシンメトリーに配置されたフロントジップ、洒落たデザインのポケット、ジップの引き手は耐光性レザーでアクセントとしても効いていて、街着として着るべき格好良さがにじみ出ているアイテムだよ。完全無欠のポテンシャルを発揮する服なんだぜ。アークテリクスとジルサンダー両方が好きな人であれば、アコムで借金して全型購入するレベルの鼻血もんアイテムなんだぜ。それはダメだろ。即完売してしまい今はなかなか出回っていないレアアイテムだけど、中古品でもゲットしたいアイテムだな。間違いないんだぜ。アークテリクスは圧倒的な機能性を誇りながらも、普段使いできる飽きさせないファッショナブルなアイテムを多く展開している最高なブランドだということがわかったかな。わかったんだぜ。どのブランドラインも、そしてどのアイテムも魅力的で、アルファ SV ジャケットだけは何としてでも手に入れようと、今は泣き潜入に誓ったんだぜ。広まりさ。誰だそのおっさん。ということで今日も、ご視聴ありがとうございました。